いやなんかですね、はい。めちゃめちゃありがとうございますというかですね、刺さる発言というか、はい、自分が何もしてないっていうことに対する焦りとか、何者でもない自分を責める気持ちみたいなのあったのかもしれない。いや、肩書きがないってこんなに辛いんだなと思いましたね、やっぱり。つらいですよね。はいはい。逆にこれも聞きたいんですよ。違う世界だったってなると思うんですけど、なぜふと医者っていう言葉が出たんですかね。そうですね。会社の中ででもいいんですけど、どういうキャリアプラン選んでったら、その60歳で定年迎えた後も技術も錆びず、はい、こう生きていけるんですかね。得意技を探すしかないですよね。今いる仕事の中で次の展開って意外と早く考えておいた方がいいなというふうには思いますね。本当はもっと早く考えるべきだったのかもしれないです。40代半ばとかそのぐらいの時に。なんで会社辞めたんですか？龍馬伝のプロデューサーがトップの制作統括ですよね。そうですね。辞めて直後は何考えてたか、すぐに医者だったのか。全然違うんです。辞めた直後は田舎で暮らそうと、田舎なら10万円あれば暮らせるしとか、あの頃流行ったんですよね。最悪食えなくなったら暮らそうみたいなことも考えていたし、カナダのバンクーバーに留学に行ったりもしたりして。留学も行ったんですか？はい。でもそれって別に何ら目的がない留学なんで、全然長続きしなくて3ヶ月ぐらいで帰ってきちゃったんですけ何ヶど、月つらかったんですか、向こう行って。いやー、なんかね、要するに何でいるんだろうみたいに思っちゃったんですね。行く時は「えいや」って飛び出していったんですけど、目的がないから続かないんですよ。まあそっか、コスト下げればって思ってて、自由を犯していたら、あはい。る日眠らかった味わかんなくなった。それは今思うと、ごめんなさい、なんでだと思います。本当にお金不安ですか？いや、お金の不安と、あとはやっぱりその自分が何もしてないっていうことに対する焦りとか、その自分を責める気持ちみたいな、要するに何者でもない自分を責める気持ちみたいなのあったのかもしれないですプレッね。シャーとしては、そっか、もうなんか26年間まあそれはそうですね、僕18年も染みついてましたけど、何か働かなきゃいけないって、当然、それは当然と思う、体に染みついたものはい。何もしてない自分にストレスを与えてたってことそうですか、ね。かなりの。肩書きがないってこんなに辛いんだなと思いましたね、やっぱり。つらいですよね。はいはい。つらいよな。で、辛かったですね。僕はもう今、だって肩書きもうにしてる全然と。高橋さんはね、もうもうちょっ次との。ずつ、ちょっとずつ肩書きを積み重ねてますけど。はい。で、言うと、そっか、肩書きが所属してない感じと、やることがない感じで、鬱になっちゃって、はい。逆にこれも聞きたいんですよ。なんですぐ治ったのかと聞きたくて、はい。いや、薬も力確かに効きますけまあそうでど、すね。効くのもあると思いますはけいど、はいはい。場合も。だけど、悪化する人と悪化しない人っていて、はい。はい。鈴木さん、なんかそこから生活習慣変えたことってあるんですか？いやそれドキュメント前ですよね、まだ。前ですね。でもね、意外とクロスしてるかもしれない。そうやって薬を飲み始めて、まあ、少し元気になりました。その頃に働いてみないかっていうふうな話だからがち来てょうどみよたいかったな。のかで、な。タイミング的にはね、そのうつうつしてる時だったら多分受けられなかったと思うんですけど、その仕事だから受けようぐらいまでは回復した時に仕事があって、部屋からまた出れたんですよね、外にね。出れなかったんですか？でもずっと家の中にいましたもんね。だから一人ですよね。一人ですね。一人というか子供はいたんですけど、まあ、学校に行ってますけどね、子供はね。やこさん何歳ですか？小その時が50だから、まあ、高校生、中学生、生高か校で、生とお父さん家から出てこないか。わっつって、はい、はい。お子さん心配なさってしてたんでしょうね。あんまりそんなこと言わなかっ照れたくさくて男の子なんで話してないですけですか？でもど、2人でご飯食べるわけですよね。そうですね、ずっと僕が作ったりはしてましたけどんなど、会話するんですか、それは。あんまりしないですよね。だから何してんだろうと思ってたと思いますよ、今思えば。父親はずっと家にいて。そういう、それ負い目に感じたんですか、お子さんからの目っていうのは。子供がどうこうというよりも、やっぱ自分が自分を責めるみたいなことだっ自たんだと思うん分ですよが主体ね。なんですね、そこが。はい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 。で、まあ薬がたまたま効いて、で、まあ、ちょっと外に出れるようになった時に、たまたま仕事が舞い込んはだ。いで、そのはい。仕事はどうだったんですか、やってみて、ドキュやっメンてタみリてね、楽しかったは楽しかったんですけど、ー。その時それを見ていた、僕の今の妻はあんまり楽しそうではなかったというふうに言ってます。それは多分やっぱりやったことがある世界だからだと思うんですよね。新しいことではないから、そのディレクターの仕事っていうのは若き日にやってたことで、
新しい楽しみはそこには見つけられなかったんだと思いますけどね。なるほど、はい、心のどこかに、まあ、物を作るの楽しいですよね。 V 作る楽しいけど、はい、どっかにもう数十年前に一回やったこと何度も一回やってるんだと思いますもんね。そうですね。だったら会社辞める必要なかったし、本当にそれをやるんだったらね。そうなんですよ、ね、成長してる気がしないのか。はいはいはい。でドキュメンタリー一作撮って、はい、でどうなんですか。2作やりましたかね。2作撮って、はい、で そこの途中でさっき言ったようにその、医者やったらいいじゃんっていう話に雑談みたいな話してた時になって、で自分でちょっと気合い入れて調べてみたらそういうことになったか。そこでそこに持ってくんだ。そうなんですね。そういう話ですね。ドキュメンタリーちなみにどんな V 撮ったんですか、テーマは。ね、それはね、一つ目は実はその、白石佳代子さん、その女優さんの白石佳代子さんが百物語っていうずっと自分がライフワークにやってた舞台がもう最後あの99本目でもう終わり幕開けを迎えるっていうところで ETV 特集っていう、まあ、45分のドキュメンタリーの、ディレクターやってみないかって名作ぞろいの、はい、でそこで、ディレクターで入ったのと、あともう一本はあのそれも仙台時代の先輩が声かけてくれて、復興サポートってあの震災の番組をやっていて、うん、それ毎週日曜日に地元の人たちを集めてそこでいろいろやるっていう、まあ、地元スタジオバラエティみたいな、なんかそんなようなやつをやってたんですけど、その復興サポートっていう番組で福島に入ったりして、それも一本作ったりしましたね。それだとそれでとてもやりがいのある仕事だったんですけど、震災の話で、じゃあこれをまたずっと続けていくかっていうふうな踏ん切りはつかなかったですよね。でその時にその医者の話を知って、予備校の門を叩き勉強をちょっとだけやってみようって始めたっていうことですね。違う世界だったってなると思うんですけど、はい、もう一度その時よく思い返してみると、はい、なぜ医者っていう仕事、はい、まあ、その例えば弁護士とか、はい、例えば小料理屋開くとか、はいはい、まあ、いろんな道もあるじゃないですか、はい、なぜふと医者っていう言葉が出たんですかね。そうですね、そこはここちょっと美談もありだし、そうですね、美談込みのでもいろんな理由があると思いますよ、はい、なんですかこれは。その僕人に散々やっぱり聞かれるんですよね、うん、なんで医者になったんですかっていうのの時に、あんまり細かいことを聞かれてもしんどいなっていう時には、うん、やっぱりその妻が、僕が40歳の時に亡くなって、うん、癌で亡くなってその時の体験があるかもしれませんっていうようなことを話すんですけど、それはもちろんあったんですけど、それもあると、あ、もちろんあったんですけど、なんかその高い山を登りたかったみたいな、高い山を登らなきゃダメだって、まあ、なんかあの神さんの話ばっかりして、今の神さんにもそれも言われたことなんですけど、うんうん、要するに僕のプライドが高いことを彼女は見抜いていて、要するに NHK っていうね、まあ、ある種こう大企業で働いてたキャリアのある人間がやっぱ次働く場所は下がっちゃダメだと、要するに上がっていけっていうようなアドバイスをくれたんですよ。でその時に、あ、それはなるほどそうだなと思って、医師っていう仕事はやっぱ全然違うフィールドだし、社会的にもやっぱりとても尊敬される仕事だし、大事な仕事だし、自分のやっぱりこうプライドっていうか心が満たされる仕事だというふうに感じたんだと思います。選ぶ中でかけるべきだっていうか、いやなんかですね、はい、めちゃめちゃありがとうございますというかですね、めちゃめちゃ刺さる発言というか、はい、大事な、はい、まあ、そこまでちゃんと言っていただける方いないと思いますけど、はい、うん、いやなんかいいお答えだったなと思って、ああ、そうです、なんかすごいいいお答えだと思いまして、はい、いや綺麗事では、はい、いや食ってけりゃいいとか、はい、10万円で田舎で暮らしてけりゃいいとか、はい、いろいろありますけど、はい、やっぱり人間気づいたものとかに対する思いとか、はい、でそこより次もうちょっと良くなりたいとかっていう思いって、はい、まあ、これがなんか妄衆と言われれば妄衆ですけど、はい、でもそれを捨てきれるのかそんな簡単にっていうのもあって、いや捨てきれる人はすごいと思いますよ、はい、捨て切るのにすごい極端な方法を取る人もいたりするじゃないですか、うん、断捨離、はい、出家とか、まあ、いろんな道があると思うんですよね、はいはい、出家ぐらいしないとやっぱそれは断ち切れないものだ僕はあると思うんですよね、はいはい、いやいやと好きなことして絵を描いて、はい、好きな音楽を奏でて暮らせばそれは幸せじゃんっていう人もいて、できる人もいると思うんですよ、いると思います、ね、だけど、ね、俺やっぱ難しい気はしてて、うん、僕はできなかったですね。でもそれが人間と思うんですよね、はい、東大法学部ですもんね。そうなんですよ。それはまあ、いやまあでもそれが普通だと思いますし、はい、なんで人間ってその
そのプライ、いや、ぶっちゃけもう NHK も関係ないじゃないですか。うん、いや、これ俺がそうじゃない人生を歩んでたら到底言えなくて、うん、俺も絶対しがみつくと思うんですよね、それは。はいはい、自分が、多分ですね、その、まあ、起業したんですけど、起業だけじゃなくて、多分サイバーエージェントに入ったのもそれはあると思いますよ、うん、収入っていうのもあると思うんですよ、あ、はい、もちろん収入がちょっと私本当に貯金なかったんです、関さんと同じだわ本当貯金あんまなかったんで、はい、そ収入がっていうのもあったし、妻説得材料っていうのもあったし、はい、いろんな意味あったんですけど、やっぱり一発大企業の名刺持っといた方がいいんちゃうかみたいな、はい、打算とか、はい、プライド、はい、というのあるはずですよね。ありますね。俺そこで全て捨てて裸一貫で起業ってかっこいいけど、うん、まあもう当然打算でね、ずっといろんな人脈できて自分の会社の方に流せるわいってもありますけど、もちろんですよね、人脈を、はいはい、でやっぱそれ持っといた方が気持ちいいか悪いかさ、気持ちいいもんな、プライド的にってありますよね、はい、ちっちゃいですよね、はい、人間ってクソちっちゃいですね、はい、でも、はい、なんでそのクソちっちゃさに、私もですけど、だから鈴木さんに聞きたいんですけど、はい、しがみついたんですかね。それがないとやっぱりこう生きていく元気が出なかったんでしょうね。人に認められるのが好きなんだと思います。僕はあのやっぱりなんかこうそれがプライドだったのかもしれないけど、やっぱりなんか医者になってすごいね、そのこの年でって言われるとやっぱ嬉しかったですもん、単純に、うん、でなんか承認欲求って言っちゃったらそれまでですけど、うん、そういうのはあったのと、あと幸いだったのは、自分が幸いだったのは医者を選んだんですけど、うん、それはなぜ僕が達成できたかっていうと、僕は得意技は勉強だったからです。東大法学部ですもんね。あの別にこれ自慢そう、ね、嫌な意味で捉えて、人によっていろんなあれがあるから、 それは得意はいいんですよ。そうなんですね、体操が得意な人、僕は運動は全くダメですけど、うんうん、でも小さい時から勉強すること、なんか目標を立ててそれに向かってコツコツ努力してやることは得意だったんですよね。あの天才ではないんですが、秀才型だと思うんですけど、うん、そういうタイプの人間なんで、医者ってもう死ぬまで勉強ですから、うん、そういう意味で言うとコツコツやって積み上げていくっていうのを次のターゲットにしたのは大正解だったっていうか、うん、向いてたんだと思います。その医者になる工程は多分向いてたんですよね、はい、向いてて、で俺それをやっぱり今ここで見てるのはあれですけど、その動機をやっぱ大いに肯定する社会のが本当に好きで、はい、だって結果それで自分の中での幸せっていうのは、もっと例えば幼少期に遡ったら、はい、あるいは高校時代とかに遡ったら何かしらあるのかもしれないですけど、はい、いや俺は人に褒められたいんだと、うん、人に尊敬されたいんだと、うん、俺も承認欲求の塊ですよ、はい、あの日経という歌も全部エゴサしてましたよ、はい、褒められたら嬉しいし、けなされれば悲しい、まあ、けなされたのは、はい、次にこう改善しますけど、はいはい、当たり前じゃないですか、はい、で承認欲求ない人がいてそれは素晴らしいと思うけども、はい、で尊敬されたい、はい、プライドがある、はい、でプライドで、プライドが元で人を蹴落とすようなことをするのは本当反則だと思うんですけど、はいはい、じゃなくて自分との向き合いでプライドがあるってとても素敵 で、はい、結果今在宅の医師なさってて、はい、多くの人にも結果感謝されたわけじゃないですか、はい、何が悪いんじゃいっていう本当にそうですね、でそっか、で言うと今何やってるかにちょっと進んでいきたいんですけど、はい、その1個だけ奥さんの話、はい、だってだそこ1ちょっとあるっておっしゃってたじゃないですか、はい、そこはどう関係があったんですか。そこの妻を在宅で見とったんですよ、うん、在宅というのは、うん、病院じゃなくて家にお医者さんと看護師さんが来てくれて、定期的に見てくれて、うん、で最後までちゃんと看取りまでやれるっていうのはできるんですよ、うん、在宅医療で、うん、でその時に見てくださった先生と看護師さんが大変素晴らしい人で、強烈にその印象を覚えていました。あこんな風に人って自宅で死ぬことができるんだっていう風に思っていた。で結局今僕はそのフィールドにいるです。同じことだから医者の中でどういうジャンルに進もうかって言った時には、はい、まあ、普通その在宅の医師なんて俺知らないですからね。そうですね、まだメジャーじゃないですよね。よくわからんっていう、はい、なりますか。その時の知識とかご体験があったわけですか、はい、そうですね。じゃあちょっと今のところにようやくたどり着きました、はい、今その在宅の医師、はい、どこまでどういうことやられてるんですか。もうちょっといろんなレベルの病気の人がいて、本当に高齢者で認知症がちょっとあったり心不全があったり、うん、まあ、いろんな人がいるんですけど、中には末期がんの人、つまり僕の元妻のように最後の、まあ、何ヶ月あるいは
何日間かを家で過ごしたいからって帰る人を見たりするっていうようなことをやっていますね、うん、あるいは施設に行って高齢者の方々をたくさん見たりして薬を出したりとかってそういうことをやってます、ね、めちゃめちゃいい仕事じゃないですか。はい、とてもなんていうか、うん、これも結果論なんで、僕結果論が多くて恥ずかしいんですけど、サラリーマン時代はやっぱり自分のために生きてたんですよ、うん、だから結果的に後付けですけど、今こう自分が主語じゃなくて人のために何かやってるか、まあ自分のためでもあるんですけど、でも人のためにやってるっていう感じがすごく強い仕事に第二の人生スライドできたのは良かったなと思いますね。で、すげえ興味深いんですけど、はい、俺は自分のために全てやればいいと思ってて、はい、生きてるんですよ、はい、結構本当にクソ人間なんで。いやいやいや、でもそれは本質ですよね。そうですよね、はい、で今の鈴木さんの話聞いて僕もすごい素敵だなと思ったのは、はい、医者になったきっかけやっぱり基本自分が主語であると。そうです、極めてエゴイスティックだし、はいはい、自分のプライドとかから行きたい、はい、だけれども、まあ、結果人のためになることってすごいあるじゃないですか、はい、で俺ここがちょっと思考の実験として興味あるんですけど、はい、で今そのご自分初の選択でやっぱりその医師でしたけど、はい、すごい人に感謝されるじゃないですか、はい、で僕なんかまだメディアにいてですね、はい、やっぱこのモニター1枚通した感想とかしかわからないんですよね、はい、まあ、直接たまにやることもありますけど、はい、医師で目の前にこうすごい感謝されるわけじゃないですか、はい、このありがとう嘘ないと思うんですよね、はい、って言った時にそれちょっとずつ、まあ、それと気持ちいいし嬉しいじゃないですか、はい、ちょっとずつなんか生き様って変わってくるもんですか、それともそこあんまり変わってこないもんですか。全然綺麗事言う人なんですか。僕今まだ3年生なんですよ、はいはいはい、だから医者としてはですね、はい、3年目を終わろうとしていて、はい、入社3年目の時って高橋さん覚えてます？もうやべえ、がむしゃらでした。はい、そうなんですよ。がむしゃらで、しかもちょっと看護師さんから内心バカにされたりとかね。え、なんですか？だってそれ技術が3年目の人と10年目の人はやっぱり雲泥の差があるわけですよ、臨床能力に。そうするとやっぱりちょっと新入社員ってちょっとバカにされたりするじゃないですか。例えばテレビで言えばその照明さんとか美術さんとかのスタッフがまだこいつ若いな、こいつまだ分かってないなって言って、おい、そろそろ分かるようになってきたじゃないかって言われるまでにやっぱ何年かかかるじゃないですか。そっか、だって歴で言ったら、はい、28歳ぐらいの看護師さんが先輩の可能性ありますもんね。もちろんです。だから僕新人医師なんですよ。60歳の新人医師、鈴木くんみたいな、まあ、年があれだったら鈴木くんって言われる年ですもんね。もちろんです、28歳の方にね、雑用係で、ね、そうですよね。そうなんです。本当にそういうのを、だから今デジャブ感あります。あ、俺3年生のディレクターってこんな感じだったなっていうような、デジャブ扱われ方の、別にバカにされはしないですけど、うん、ちょっとニュアンスとしてそういうのが入ってくる時があって、あ、そうだよね、3年生だもんな俺って思います。ただ、はい、俺もずっと今鈴木さんの顔見てたんですけど、はい、それ楽しくないですか？楽しくないですか？それなんかめちゃくちゃいい顔で喋ってるんですけど。ああ、楽しいですよ。それを、うん、もうその3年生のリアルタイムじゃないから、はい、2回目の3年生なんで、はい、分かるじゃないですか。今の3年生楽しいんですか？楽しいですね。なんか今こう、まあ、当然映像どう撮れてるか想像しながら今、はい、顔を見てるわけじゃないですか、はい、でめちゃくちゃ今いい顔をなさってたんですよ、はいはい、だから多分その3年目の新人が楽しんだらなと思ってて、はい、で動機が今いろいろ聞きました、はい、プライドも動機でしたけど、はい、実はそれだけじゃなくて、はい、NHK 時代に違う山に登りたい、はい、1回エベレストぐらいまで登ってますから、ドラマでは、あ、まあ、国内では、はい、違う山登りたいと、多分違う山登るの楽しいんだろうと思ってて、はい、めっちゃわかるんですよ。もう最近サイバーエージェントで、まあ、こっちで一応社長ぶってるじゃないですか、はい、ちょっと安倍君ちょっとそこ取っといてみたいな、はい、ディレクターさんね、サイバーエージェントで行くと、なんかその本当に何も分かんないから、この人勤務表の入れ方どうしたらいいんでしょうかみたいなことを27歳の人に聞くわけですよ。はい、それ楽しいんですよね、はい、まあ。人にこんなに教わるって、はい、私41、今50、はい、今60です、ね、60、はい。60とか41でこんなに人に教われるって楽しいですよね。はい、僕今の、なくないですか？今の病院にの入社面接っていうのがあって、うん、はい、その面接の時にただ一つだけ聞かれたことがあって、はい、それは鈴木さん、これからね、あなたはあなたよりも年若い看護師さん、うん、あるいは医療事務の人から、うん、いろいろ命令されたりいろいろな指図を受けたりするけどそのことに耐えられますかっていうことだけ聞かれたんですよ、うん、でいい質問だなと思ったんですけど、その人事の方が、うんうん、もう幸いだったのは、放送業界って意外と年齢関係ないじゃないですか。若くて優秀な人いっぱいいるし、そういう若い人には敬意を払うっていうようなことは全然普通にやってたから、あんまり、で、今は自分は3年生の意識なので、習うってことにあんまりこう、
そこにはプライドがないんですよね。だからそれは結構良かったなと思って、生きたなと思って、放送人ができてますよね。僕、はい、やっぱ AKB の番組見てて、はい、本当に AKB のやつに高橋さん推してんですよって言ったらくっつくなと思ってましたけどね内心はね、内心はそうです。まあ、ではでは、はいとは言いますからね。はい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 って、そう、今年までしませんしませんでも多分普通のバリバリの硬、うん、い仕事をついて人よりは確かにプライドですよね。若い人と付き合ったり、若い人に頭下げなきゃいけない仕事だったんで、うん、プライド持ちつつも、はい、確かにそういう人の若い人の能力を正当に認めて、はい、教えをこうってことができるようになった、ね、そうなんですよね。だそれは良かったなと思ってますね。そっか、それではいって言って採用、うん、はい。いや面白いな。で今やっててどうですか、毎日楽しいというよりは、まあ、今本当に必死ですね。なんかこう医療の山ってもう頂上が見えないぐらいで、僕多分頂上に行くまでに息絶えて死ぬと思うんですけど、登れなくていいと思っていて、途中で力尽きてもいいと思ってるんですけど、なんかその今まで生きてきたその放送の山を登った時のものが実は意外に役立ったりはしてるなと思っていて、全然関係ないですけどね、その知識レベルでは関係ないですけど、とても役立ってるなと思って、その人と喋るとか、取材するとかっていうこともとっても役に立ってるんで、それは良かったなと思ってますね。ちなみに、はい、ちなみに5000、まあ、医師って全部できるっていう設定だと思うんですけど、はい、何科が専攻って言われるのか。内科になりますよね、内科基本的には、はい、何内科ですか。いやもうその内科全般、そっから本当は医者ってこの後10年ぐらいの間にいろいろ専攻を決めて、内科でも例えば循環器だ、呼吸器だって、内分泌だって分かれていくんですけど、もう僕は多分その専門医とかを取る時間はないと思ってるので、もうそのまま在宅の現場に飛び込んで、内科全般を見ていくっていうような形で今勉強してるって感じですね。はあ、面白いな。あとまあちょっとこのあと最後のブロック聞きたいんですけど、その前にちょっと一発余談挟むと、はい、何歳で彼女って今ご結婚再婚なされたことですか。そうですね、何歳だ、今60で、知り合ったのが何年前、7年前ぐらいですかね、7年8年前、53、54ぐらいの時、52かな、52の時かな。僕らの世代は、はい、そのちょっと40ぐらいで仮に離婚しちゃったりすると、はい、まあごめんなさいね、奥さんを亡くされて鈴木さんの前でこうちょっと相談するような話じゃないかもしれないですけど、はいはい、仮に離婚しちゃったりすると一生独身なんじゃないかって怖くなっちゃう。あ、はいはいはい、どうやったら53歳で彼女見つけられるんですか、それは。全然僕なんか全く奥手で本当にそういうのは女性関係のこととかは全然ですけど。はい、奥さん同年代。いや、7つ下ですかね。7つ下、はい、やば、まあもうね、この年になって奥さん何歳したかで喜んでる場合じゃないですけど、はいはい、でもまあ7つ下か、まあどうやってその例えばですよ、20代とか30代だと、はい、まあ、この先寂しすぎるし結婚しようみたいなもちろん結構あると思うんですけど、はい、まあ、53になっちゃうともういっかみたいなのあるじゃないですか。逆にそう僕も彼女も今23歳 の子供がいるわけですよ。はい、彼女も再婚なんです。彼女も実は再婚なんですけど、うん、23歳の子供がいる。そうするともうなんて言うんでしょう、子育ての手が離れてるじゃないですか、うん、だから逆に自分たちのことだけ考えればいいじゃないですか、うん、はい、例えば40歳で再婚したら子供まだちっちゃいじゃないですか、はい、そうするとそれぞれの子供とどう関わるかとかってすごい難しいじゃないですか、うん、まあ、一個課題は増えますよね。課題増えますよね、まあ、やりがいとも課題とも捉えますね。そうですね、それは別に悪いことだけじゃないと思うんですけど、うんうんうん、でもそこはもう手が離れているので、うん、結構自分たちのことだけを考えればいいっていうところもあるから、うん、それはそれでこう身軽だったし、でもそれぞれ年老いた両親とかいるんですけど、そこはもうあんまりこうお互いに軽く関わりつつみたいな、うん、なんかちょっとかなりいろんなことが分かった上で付き合い始められるっていうところはいいところなんじゃないですかね、年取って。そこがいいとこか、はい、ああなんかそっか、そういうであるんですね、その番組で、うん、まあ、番組関係者だったってことですね。そうですね、たまたまそこで知り合ったってことですね、うん、そっか。付き合うってどっちから言ったんですか。まあなんだ、まあズルズルとという感じですけど。本当はどっちなんですか。まあ食事とかに誘ったのは僕なんで、まあ、僕からです。鈴木さんからじゃないですか。ですね、鈴木さんから初めてお茶を飲みますね。いやちょっと喉を。いや飲んでください飲んでください。ですみません、ちょっと人の恋バナ聞いちゃって、はい、下世話のところでちょっと申し訳なかったんですけど、で今60歳で、はい、周りのじゃあ研修医さんとかも。はい、
20代であると。息子と同じ世代ですね。息子さんと同じ世代ですよね、はいはい、すごいフレッシュな日々を送っていると思うんですけども、はい、何歳ぐらいまでお医者さん続けたいの、はい、希望としては思います。いやもう自分の健康が続く限り、健康寿命が続く限り、はい、具体的に希望としては何歳ぐらいですか。希望としては検証終わったのが、終わって始めたのが 60からですから、うん、59からか、うん、なのでやっぱり20年ぐらいやりたいですよね。ってなると80歳ぐらい、うん、でそれはもちろんそのフルタイムじゃできないと思うんですけど、うんうん、幸いにして医者っていろんな働き方があって、例えば健康診断に行く、極端なことですよ、ね、健康診断で問診だけやる先生もいれば、うんうん、あの献血カーであの採血する前に問診するっていうような、うん、あの先生もいるじゃないですか。そういうようなバイトとか職業山ほどあるんですよ、うん、あの市場は。なのでそういう、もちろんこれからいろんなことを深めていきながら、できればその在宅をやっていきたいですけども、うん、特にその緩和ケアといって、そういうがん末の人、がんの末期で家で亡くなっていく人たちを見ていく仕事をやりたいんですけど、うん、でもそこを、まあ、週3でも週2でも続けていければ体の動きをやりたいなと思いますね。目標80。面白いな。今人生100年時代って言われるんですか、はいはい、でこれからどう、俺今40ですけど、はい、長いっすよ先。長い。どう、仮に80でも本当に本当にですよ、はいはい、政府の雰囲気によると70ぐらいまで働かなきゃいけない空気すごいあるじゃないですか、はい、お金もそうなるでしょうねきっとね、年金とかも。で言うてお金でそうだっていうのもきついし、うん、だけじゃなくて、でもやっぱり仮に健康であるならですよ、仮に健康であるなら80ぐらいまででも、やっぱ俺も働いた方が幸せなんじゃないかと思ったんですよ、はい、余生を過ごす生き方もあっていいですよ、好きな人は。ただ仕事が好きな人もいるじゃないですか、はい、だからそういう意味で言うと、なんかどういうキャリアプランを選んでいくかって、これが随分変わる気がしてて、はい、お金、経済的に70ぐらいまで働かなきゃいけないっていう政府の主張も出てきそうな気がしたんですけど、はいはい、本当は僕はなんか80歳まで働いてた方が楽しんちゃうかと思います。ただ問題はやっぱ人から80歳まで本当に求められて働きたいって思うんですよね。要はなんだろう、こう仕組み作って、なんだろう、居続けるというよりも本当に人から求めて働きたいと思ってるんですよ。てかまあ誰しもそれは幸せだと思うんですよね、うん、本当にいてほしいな、高橋さん、あの口だけじゃなくて、はい、鈴木さん本当にいてほしいなって思われる、それは健康診断の時行くだけでも人役立ってるじゃないですか、はい、人出たんない、はい、どういうキャリアプランを経てったら、だって会社員でいたら、僕も会社員大好きですけど、でも会社員でもいいの か、 だから会社の中ででもいいんですけど、はい、どういうキャリアプランを選んでったら、その60歳で定年迎えた後も技術も錆びず、はい、こう生きていけるんですかね。そのどう思います。だって鈴木さんだってそのまま NHK にいたら理事になったかもしれないですけど、はい、63で。いやもちろんお疲れ様でしたよ ね、 ですね、はい、今なら働けますもんね、80万ね、はい、どう思います、このキャリアプラン、シルバーキャリアプラン。そうですよね、結構考えるんですよね最近。だからでもあの、まあ当たり前の話になっちゃいますけど、もう得意技を探すしかないですよね、うん、その僕は勉強っていうふうにさっき言いましたけど、その何かその今いる仕事の中で次の展開って意外と早く考えておいた方がいいなというふうには思いますね、間違いなく、うん、はいはい、どっかで転機来ますからね。そうですね、定年退職は絶対来ますからね、はい、食卓の終わりも来るだろうしな、はい、僕はそこにのんきだったんで、あのずる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 来ちゃったんですけど、本当はもっと早く考えるべきだったのかもしれないです。40代半ばとかそのぐらいの時にいろんなことを考えてなきゃいけなかったんだなと思いますけどね。40半ばと50歳どっちがいいんだろうな。40代の転職もすごい、転職起業も遅いって言われてて。そうですよね、遅いって言われるんですよね。ただ50なんてもっといないだろうみたいな、この50だったらもうちょっと待ってるよな、はい、みたいな、はいはい、どうですよね。確かにね、まあ一つ、まあ、鈴木さんはその試験っていう意味での勉強はすごいお得意だったから、まあ、資格取れたけど、はい、誰にも勧められる道じゃないですもんね。違いますね、はいはい、けど気づいた時にそうなんないためにキャリアプランを選ばなきゃいけないと、はい、でキャリアって会社員の場合ですけど専門職とジェネラリストがあると、はい、ジェネラリストがあると、どっち分がいいと思います。まあ、普通に一般的に考えればね、スペシャリストの方が多分いいなとは思うんですけど、ね、そうですか、ジェネラリストの会社で出世そうじゃないですか。ああ、そうですね、また出世するかしないかまたちょっと難しいですけどね、
僕あんまりなんか、あ、会社ってこういう人が出世するんだって、自分があんまり好きじゃないタイプの人が出世したりすることも多かったので、会社の中って難しいなと思うんですけど、ジェネラリスト、スペシャリスト、そうですね。どっちがいきます？なんかでもプロデューサーってどっちかっていうとジェネラリストジェネラリストっぽいじゃないですか。まあそうですよね、ディレクターと比べるとですけどね。そうなんですよ。でジェネラリストっぽくて、なかなかだから実は転職が難しいなとは思ってたんですよ、あの一般的にはね。だからあのディレクターとかの方が本当にスペシャリストの極地でちゃんと作品を残していれば、あの転職とかの声もかかりやすいんだろうなと思うんですけど、プロデューサーで惹かれるってやっぱりよっぽどの人じゃないとなかなか難しいだろうなとは思ってましたね。プロデューサーはそうですね、本当に人に好かれるスキルが飛び抜けているか、うん、まああるとさ、やや既得権益っぽくなっちゃうんですけど、人とのつながりですよね。そうですよね、だと思います。ブッキングできるとか、はいはい、それはディレクターのスペシャリストっぽいですけどね、はい、え、一般の会社でいうとメディアだけじゃなくてスペシャリストディレクターってやっぱスペシャリストの方が転職安心系なんですかね、うん、いやー転職企業はあんまりそこら辺詳しくないですけど、どっちなんだろう、うん、ジェネラリストって何もできない、実は何も広く浅くできない人っていうイメージも僕の中ではあって、うん、なかなかそういう人って転職難しいのかなとも思うんですけどね。今翻ってみて、はい、この、まあ、今の 中堅ですかね、40、30ぐらい、はい、でも歩み始めの20代もいますから、はい、どういう気持ちで、はい、仕事するのが、はい、鈴木さんから見てよかったかっていうのを聞きますが、はい、その前に1個ちょっと聞いていいですか。はい、いや組織の中で、まあ、具体名は出さなくていいと思うんですよ、全部じゃないと思いますが、自分的にですよ、客観じゃなくて、そんな好きじゃないタイプを出世したってなったじゃないですか、はい、これなんで、仮にどういうタイプで、はい、なんでなんですかね、それは。それがすごい興味なんですよねあの、いや下世話の興味もありますけど、構造としてやっぱ興味があって、あの人って上のポジション、特に管理職で上のポジションに立つと、自分が使いやすい人を部下に置きたいんですよ、うん、多分みんな、うん、で自分に使いやすい人って決してやっぱりとんがった人じゃなくて、ある意味能力的に言うとなんかこう下って言い方良くないですけど、なんか御しやすい人とか、うん、まあその愛嬌があるとか、意外とその仕事の能力とは違うところでこう上に引っ張られていくんだなっていうふうに僕は思ってました、その NHK 時代はですね。だからあの結構びっくりみたいな、この人がこんなところに行くんだみたいなことはよく見ていたので、だから逆にあんまりそういう出世競争みたいなところには自分は距離を置こうっていうか、あんまりそこにはあの入っていかないっていうか興味がなかったですね、自分は。出世するっていうことは、今出世なさっている人に全力で好かれに行くっていう作業ってことですね。あの違うモードが必要だと思いました。つまり上に対するアプローチとか自分の自己主張、つまり俺はこういうことしたいんだ、うん、あるいは僕はあなたの下でこういうことがしたいんですってことをやっぱり言い続けたりアピールしていかないと伝わらないじゃないですか、人ってそんなに他人のことを注目してないんで、はいはい、そうだ、 だから僕は本当にそれが苦手だったんで、うん、あの声を上げて僕はこういうことやりたいですって手を挙げるのがすごい苦手だったタイプだったんで、はい、あのそれでも随分恵まれたと思うんですけど、はい、あのそういうことができる人が、そういう恵ませができる人がやっぱり出世するんじゃないかなと思いますけどね、会社とかの。だからでも自分でやりたいこともそこ手を挙げていいわけですもんね。そうです、っていうかね、挙げなきゃダメですね、うんうんうん、もっと挙げればよかったと思います、自分の反省で言えば、うん、若い人たちにもしアドバイス的なことで言えば、うん、あの言わなきゃ伝わんないよってこと、そんなお前のこと見てないよみたいな、そんなお前のこと、そんな俺のこと見てないよみたいな、そうなんだ高橋さんも注目しようと思いますけど、すね、あの一般的に人ってそんなに他人に興味ないんで、うん、あのやっぱり俺はこれがやりたいで、それが通らなくても主張し続けてると、ああこいつこういうことやりたいやつだって言ってたよなって言って、うんうん、今回はダメでも次の機会当たれるかもしれないし、うんうん、言ってないと多分何も分かってもらえない、分かってくれるよなっていうのは甘いですね、僕は甘かったと思います。鈴木さんぐらい企画通して、はい、あるいは企画やれって声をかかる立場でもそう思いますか。思いますね、もっとやればよかったと思いますえげつなくそっか、やる時のコツは何なんですか。やっぱ鈴木さんは、はい、やっぱその仕事意味で相当成果残してきた人と思うんですけど、やる時のコツって何なんですか。いやでもあんまりね、俺やりたいって言ったら言ってしまうじゃないですか、はいはい、まあそれはでも本当に個人の力量っていうかあれだと思うんですけど、うん、コミュニケーション力だと思うんですけど、うん、まあ言って嫌われない性格の人がやっぱり得ですよね、その何でも言って嫌われない、はい、その人はそれでいいですけど、はい、
言ってきられない、やっぱモードを身につけなきゃいけない。あ、そうですね、まあ、技術としても必要なのかもしれないですね。うん、昔はな、それが酒飲んでバカなふりして言うって芸風できたんですけど、はい、最近そういう時代でもないじゃないですか。そうですね、酒もそんな飲まないですし、はい、やっぱ Z 世代っていうか、これから2023年以降どうやって隙を作って自分の主張してくるのがいいんだろうな。うん、そうですね、確かにね。どうしたらいいんですか。いや、僕最も苦手だったところなんでいや、でもよくこんな人とよく言いますねそうか、でもそこって難しいですね。はい、でそこが僕が愛すべきサラリーマンシップかもしれないです。サラリーマン、うん、サラリーウーマンシップで、はい、そこに奥深い芸風とか、はい、奥深いゲームがあって、うん、比較的退屈な人生が退屈じゃなくなりますよね。はい、だからそこの楽しみを知れば僕もまた違った展開がサラリーマンであったかもしれないですけど、僕はそこは触れてないんで、実はあんまり。あ、そうですか。はい、本当にいい作品を作るやつが偉いってずっと思ってたんで、そこだけを頑張っていて、あんまり政治的なことに苦手だったんで、損してることも多分たくさんあったと思います。一番あった中で優秀だったと思うクリエイター誰ですか。うん、クリエイターですか。ディレクター、クリエイター、ディレクター。まあでもやっぱり僕 NHK の最後までずっと大友と付き合っていたので、大友啓史はやっぱりそのいわゆるそういうコミュニケーション能力的なことでも天才的でしたよね。上を垂らすっていうか、その自分のやりたいことを実現するこうネゴシエーション力みたいなのがやっぱすごく強いなと思ったし、だからそれがやっぱり役者にも自分のやりたいことをやらせるっていうその演出にもつながってたと思うんですけど、まあすごいクリエイターだなと思いますよね。そこまで聞いちゃうと次大友さんの話聞きたくなっちゃうな。大友さんも辞めてますもんね。辞めてますね。大友僕より先に辞めてますね。話聞けんすかね。最近連絡取ってます。全然取ってないですね。ちょっと俺から大友さんにメールしてみるんですけど、無視されたら一発ちょっとメールしてもらっていいですか。いいですよ、無視されたら。はい、分かりました。じゃあちょっと最後に、はい、いや、今日めちゃくちゃですね、はい、めちゃくちゃ面白かったです。すみません、なんか、いや、なんか人生の、いや、なんか自分の人生の中で、はい、結構、その、大事な話をいっぱい聞いた気がしました。てか、気づかされた気がしました。誰です。ありがとうございます。最後に、もう一回聞きますね。はい、鈴木さんは、やっぱ今日いろいろ話してみて、もう一回お考えちゃんと聞きたいんですけど、なんで会社辞めたんですか。なんか新しい山に登りたかった。それか。新しい山が楽しいですよね。はい、俺も本当そう思う。なんか楽しいですよね。はい、一緒にちょっと違いますけど登山させてもらっていいですか。遠くでたまに無線でちょっと連絡取りましょう。ありがとうございます。そっち雪降ってますかとか、はい、すいません。本当なんか業界の大先輩なのに、はい、ちょっと失礼なことを聞きしたりとか、はい、本当にちょっとお聞きづらいこと、はい、聞いてしまったら大変申し訳ございません。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。鈴木さんでした。ありがとうございました。龍馬伝のこんな秘話とかって出てないですよね。多分あんまり喋ってないですね。喋ってないですよね、はい、で結構歴史的に大事な今日インタビューだったと思ってて、コンテンツ誌でも、人生論でもすごく参考になりましたけど、コンテンツ誌の一コマとしても結構貴重な話だったと思うんですよね、今。本当そうなんですし、まだ全然出てきてない面白い話もたくさんあるし、本当に、高橋さんの顔が日が落ちて真っ黒になってなかったら、もっと良かったなと。これニトリで早くライト買わねえとな。この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Thank you.